県によりますと、県内で昨日までに健康被害の疑いがあると確認されたのは、40代1人と50代4人の合わせて5人で、うち1人は医療機関に入院、4人は通院していました。現在は全員解放に向かっているということです。体調不良を訴えた5人は、いずれも紅麹を原料とした小林製薬のサプリメント、 ベニコ,ージコレステヘルプを接種していいたととうことです。県は引き続き体調不良を訴える人のサプリの接種歴や症状などの調査を進めていて健康被害が疑われる場合は最寄りの保健所か小林製薬のコールセンターに連絡するよう呼びかけています。